曲芸でお楽しみをいただきたいと思います。早速曲芸に取り掛かることにいたします。まず最初は大変おめでたい曲芸の一つでございます。末広がりは傘の曲芸からご覧いただきます。はい、これはなかなか息が合わないとできません。はい、変わりましてラン回し、だんだんと速くなります。花籠まりの曲芸をご覧いただきます。まず最初は籠調べでございます。はい、はい、おまりとお籠の使い分け。まりは籠の上、これがまといの振り分け。は1階から2階、3階へと移ってまいります。花の都は歌で和らぐ色紙。はい、廊下を渡りまして地下室の方から出てまいります。はい、ガラガラガラ、よいしょ、もう1階。はい、右と左から、これが入れ違い。今度は2つのマリが同時に2階3階へと移ります。マリの中の良いところ、目音のマリ。はっ、はい、今度は上のマリと下のマリが途中で交換いたします。上下交換のマリ、よいしょ。高いところから同じように交換いたします。はい、よいしょ。はい、今度は一つのマリがカゴの中を何回も抜けます。大変力のいる芸でございます。今日は何回抜けるか分かりませんが、まずは小手調べでございます。はい、今度はナイフの交換取りをご覧いただきます。まず最初は三丁の取り分けでございます。はっ、thank you。